んこんにちは。 JLC スーパーゲートボールの時間がやってまいりました。本日はですね、第14回 JLC 杯スーパーゲートボール大会の中から予選の最終試合であります、第11試合目と第12試合目となります、長尾銀河チーム対ブラジルクラブチームの対戦をお届けしたいと思っております、はい、そして実況は私中智子がお届けいたします。そして解説はいつものこの方です、はい、財団法人日本ゲートボール連合のあっくんこと内藤明久さんです、はい、よろしくお願いいたします。さあ予選の最終試合となってまいりましたが、ね、はい、どうですか。だんだんちょっと暖かくなってきましたかね。そうですね、気温も少しずつ上がってきて、はい、試合の方もどんどんヒートアップしてきてるし、してますよ。いいですね、はい、トーナメント戦が見えてきてね、はい、はい、皆さん熱く戦っていらっしゃるみたいですけど、はい、この、 長尾銀河チーム対ブラジルクラブチームの対戦、どんなところが見どころでしょうか。はい、はい、長尾銀河チームはですね、はい、去年の選抜大会で優勝しているチームなんですね、はい、ミドルレディースクラスで、そうですよね、はい、そういうチームとブラジルクラブは2003年にクラブが設立されているんですけども、はい、日系ブラジル人を中心としたチームで、はい、そして盛んにゲートボールやっていて、うん、ホームページもね、ワールドワイドウェブ www.brazilclub.org ってね、ちゃんとね作ってある、うん、作ってね、すごいですね、ぜひちょっと覗いてみたい感じがしますけれどもね、はい、はい、実力もね着実にこう上がってきてるチームですから、はい、ね、どんな対戦になるか楽しみになると思います。そうですね、作戦もどんな風に、はい、どのチームもね戦ってきますからね、はい、ワクワクドキドキの試合です。はい、その前にですね、他のコートではどんな対戦が行われているのか、はい、というわけで対戦カード表の方をご覧ください。どうぞ。
場他のコートの対戦カードを見ていただきました、はい、さあいよいよ競技開始です、はい、メンバーはですねご覧の通りです、はい、さあどんな戦いになりますかね、ブラジルクラブはね、はい、木村君を中心にね、はい、メンバーまとまっていいチームワークの、ね、チームです。そうですね、仲良しさんって感じですもん ね、はい、昨年の優勝からもう一回元気いっぱいのチームを取り戻したいっていう、ね、意気込みで、はい、そうですね、出てきてますからね、はい、ぜひ頑張っていただきたいと思います、はいはい、さあ競技開始です、はい、どんな試合になりますことやら、さあまずは1番さんです。1番さん白井京子さんです。はい、ちょっと強いかな、はい、どうでしょうか、止まりますか。あ、ちょっと強かったですね。でもなんか、分かってらっしゃる感じがありましたね元気いっぱいのチームですから、はい、そうですね、はいはい、さあそして2番ブラジルクラブチームです。あ、惜しい、うん、惜しいですね、足に引っ掛けて通過なりませんでした。そして3番谷純子さんですね。はい、はい、通りました ね、はい、はい、1ゲート通過です。さあそしてあくん、これはもう4コーナーってことはダブルを作っていこうっていう感じなんでしょうかね。はい、そうですね、はい、まずは3番は4コーナーの方に行きました、はい、そしてブラジルクラブ4番さん、はい、佐藤グスタボ選手です。日系人らしい名前ですよね。そうですね、スタボさ ん、はいはい、見事に1ゲートを通過してまいりました。彼がね、またぎ打ちなんですけどね、はい、うまいんですよ。すごくプレーが堅実なんですよね、はい、さあ惑わされずに2ゲート周辺ということで ね、はい、そうですね、2ゲート後方にまいりました、はい、そして5番森福美さんです。なんか落ち着いて試合が始まったなっていう感じですね、はい、はい、さあ1ゲート通過いたしました。ですが淡々としているわけでもなくて、はい、3番1番2番通過せずに、はい、3番が2ゲートに来ると思いきや4コーナーに、そうです ね、この辺でどんな作戦が出てくるんだろうって楽しみですよね。やはり4コーナー付近で何か作戦を考えていらっしゃるってことですよね、はい、さあそして6番、はい、牧山誠司さんですね、はい、入っていらっしゃいました、はい、さあそして木村キャプテンの指示通り、はい、2ゲートフロントの方に、そうですね、3番の4コーナーの、はい、ダブルが先なのか、はい、4番の2ゲート通過からの展開が先なのか、はい、うん、そのあたりがどういうふうにね、はい、これから7番8番と出てくる中で展開されるかですよね、はい、うん、惜しい、はい。